ブエナスタルデスアミーゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、東京シリーズねやってますけど、もうなんか部屋もうなんかいろんなものが増えてくるのはいいんだけど、いろんなものが増えてきすぎて、なんかめちゃめちゃごちゃごちゃした部屋になってきつつあるんだが、本当に引っ越ししたいな。おみくじもなんかね、おみくじ引いたら引っ越ししたらなんか良いことあるぞみたいな感じのことも書いてあったしね、引っ越しもありかななんて思ってるんだけど、まあ考えますか。まあキッズたちね、最近キッズたちへの呼びかけちょっと忘れてたけど、はい、こういうね風に大人になったらきっと君たちも、大人になってしっかり仕事してれば多分君たちもこういうの買えるようになるから、ぜひしっかり勉強してね、頑張って働いてね、こういうのを買ってください。はい、まあその代わり僕は他にね家族がいないからできるんだぞ。この商品たちは寂しさとトレードオフだから、こういった商品を買うよりももっといい思い出を君たちは作れる可能性があるから、できればそっちの方で頑張って、ね、はい、ということで、やっていきたいと思いますけども、今日はですね、スターダムね、スターダムを初めて生観戦したということで、まあその時のね話をしたいなというふうに思います。はい、まあ新木場ファーストリングで、1月3日に行われたんですけれども、興行名としてはですね、ニューイヤースターズ2020と、2020っていうのかな、2020というのか、はい、興行名はそんな感じになってます。で、監修が、これどうやら453人で、札止めということだったみたいです。はい。まあ、新木場ファーストリングね、まあ、初めてっていうか、東京でプロレス見るのが初めてなんで、まあ、新規のファーストリングも当然初めてなんですけど、まあ、思いのほか小さい箱ではございましたね。はい。でもね、本当行ったらですね、結構やっぱりまあ、プロレスウィークといいますか、まあ、このお正月の期間は各団体がプロレスをね、東京でプロレス興行をやりますので、海外から来てるお客様もですね、非常に、いろんな団体を見ると。という形になっていたのではないかなという状態で、非常に外国からのお客さんがですね、このスターダムの興行も、非常に多かったです。はい。まあ、ちなみに僕が座った席なんですけど、まあ、一列目で見れたんですけど、両隣外国の方でした。はい。それぐらい、海外で、その一列目に座ってる人結構ね、外国の方多かったです。はい。それぐらいですね、外国からの、お客様も多くて、まあ、やっぱりまあ、日本がね、経済的に、ちょっと落ち込んでて安くなってるんで海外から来やすいっていうことが最近やっぱあるみたいで、まあ、多くの方が来ていらっしゃるのかなと。でも言うてもね、そこそこお金使ってると思うんだけどね、そんな、言うてもそんな、まあ、それは、あれか。その稼いでる人たちが来てるからかもしれないからな、あれかもしれんけど、まあで僕の席がですね、まあ写真いろいろ撮ってきたんで、写真出しながらねいろいろ語っていきたいとは思いますが、まあちょっとね、僕の席からはですね、ちょっとコーナーポストのちょっと真後ろみたいな角度でして、まあ、で、正面じゃなくて、正面、やっぱ正面っていうのがあるじゃないですか。正面っていうのがあって、レスラーの人たちってやっぱその正面向けにいろんなパフォーマンスってやっぱするんですけど、反対側だったんですよ。反対側だったんで、なんか選手が入場してから、来てからいろいろやるパフォーマンスとか、まあ正直言うと、まあ僕全然見れない席でした。はい。なので、そこがね、まあちょっと惜しかったなとは思いましたけど、で、そのコーナーポストがあって、なかなかリング見れない、かつ、そのコーナーポストの下にですね、リングアナウンサーの方と、ロッシーさんがいるんですよ。ね。だからまあ、ロッシーさん近くで見れて、おぉ、こんな感じの人なんだと思いながら見てましたけど、まあ、そのおかげと言っちゃなんですけど、まあ正直視界がね、あんまりよろしくなかったです。はい。なので、あんまりね、何が起こってるのかっていうのをはっきり見ることがね、なかなかできなかったのが、ちょっと心残りかなっていう感じではありますけど。うん、で、対戦カードとしては、こんな感じでございます。はい。ニューイヤースターズ、2020ということで、まずは、3-way バトルですね。
15分一本勝負ということで、スターライトキッド対ルアカ対夏澄音が行われましたと。で、スリーウェイタッグバトルということで、15分一本勝負、上谷沙耶、星野五木組対、小野崎レオ、ひな組、レイラハーシュ、リナ組ですね、の試合がありましたと。そして、タッグマッチ20分一本勝負、ジュリア、アンドラス、宮城にゾーイスカイ、トーラナスコ。そして、東京サイバースクワット対世界選抜ということで、6人タッグマッチの20分一本勝負、ジャングル強打、コナミ、デス山さん、B ブレストリー、ジェイミーヘイター、セッションモス、マルティナということで、まあ、B ブレストリーはね、簡単に言えば、新日ファンの人に簡単に言うと、あれです、オスプレイの、ね、彼女さんなのか奥さんなのかみたいな感じだと思うんですけど、今ね、どういう状態なのかちょっと把握してないですけど、はい、そういった感じです。うん、そして、スターズ対クイーンズクエスト6人タッグマッチ20分1本勝負ということで、渡辺桃、林田宇多美、安住、対、星木有沙、中野タム、飯田沙耶ってことですね。で、花月引退ロードということで、まあ、花月&花復活30分1本勝負ということで、花月木村花組対岩谷真由、鹿島咲組という試合が、まあ、行われましたということで、まあ、軽く写真出しながらね、振り返っていきたいなというふうに思いますが、2019年のですね、この YouTube チャンネルで出してます、PJL アウォード、皆さんね、見ていただきましたかね。まあ、再生回数ダントツで低いんで、その辺の動画ってね、まあ、見てない人の方が多いと思うんですけど、まあ、そこのですね、モーストインタレストプレイヤーというのをね、僕は表彰して、まあ、そこがね、スターライトキッドだったんですよ。ね。で、あのね、スターライトキッドね、やっぱね、可愛かったっすね。かつ、美しかった。実物を見て、ますます好きになるっていうね、パターンのやつです。いやーね、やっぱね、好きですね、スターライトキットね。もう、本当、見た目がね、好きなんですよ。プロレスがどうこう、ごめんね、プロレスがどうこういう話じゃなくなっちゃって、もう見た目の話になっちゃうんで、まああれなんだけど、まあ本当ルックスがね、すごく好みですね。なので、スターダムの中ではもう個人的に、もうやっぱスターライトキッド一押しかなという感じです。はい。まあその後はですね、まあ3A タッグバトルということで、まあ上谷沙耶選手とか星野一樹選手とか、まあ次世代を担うね、若手スター候補生が、まあ、出てきてということで、やっぱ上谷選手はですね、非常に身長も高くて、やっぱり技も多彩で、新人離れしているなっていう感じはすごくしましたので、まあ確かにもう多分スター候補筆頭だろうなという感じはしました。で、まあ、新木場だったので、まあその小さい箱だったので、まあ選手の声がね、非常に聞こえる、通る、とは思うんですけど、上谷選手ね、結構、うわーって言いながらプロレスする方なので、その声がね、結構ね、大きいんですよ。だから、非常に、今後、その、箱が大きくなればなるほど、上谷選手は、さらに、注目度を増すんじゃないかっていう感じはします。以前、高木慎吾選手が、ドラゴンゲートから新日本に入ってきた時に、の一発目の、印象の話を出した動画で僕は言いましたけど、やっぱね、声が通るってすごくいいんですよね。声が通る選手っていうのは観客に直接自分のメッセージをドカンって届けられるわけだから、観客もその瞬間、ブワーって湧きやすくなるっていうことで、会場との一体感上げられると思うんですよ。声が通る選手ね。だから、まあ、上谷選手はね、そういう感じの雰囲気ありますので、で、かつ、まあ、ね、体格的にも非常に恵まれているし、スタイル的にも恵まれているし、あとはもう技と、気持ちの部分とかね、まあそういったところを強く前面に出していければ、まあやっぱりトップになるのは間違いないという感じじゃないかなというところですね。あとは怪我とかね、まあそういったところが気になるかな。っていうところですね。しなければ、怪我しなければ問題ないのかなという感じですね。はい。で、
まあ、その後タグマッチでジュリア選手とアンドラス宮城選手ね、でゾーイスカイにトーラ夏子選手という試合もありましたね。で、まあ、ジュリア選手ね、まあ、まあ、やっぱ綺麗な人でしたよね。うん、まあ、綺麗な人だったと思うし、ただやっぱ、正直ね、線がちょっとやっぱ細いかなーという気がしますけど、まあ、女子プロね、やっぱ線が大きくなる選手と、大きくならない選手と、あるのでね、まあそこがねどうなるんやろうなっていう感じはしますけど、まあまあ間違いなくトップに押される人材で、今ねスターダムでもプッシュが入っているような感じなので、まあ非常に今後期待される選手になるんではないかなというところですね。でアンドラス宮城選手はまあ戦場仙台女子ガールズからね来ててスターダムにねまあ入ったんですけど、まあ大江戸隊からね、裏切りで出てというところなんで、まあ、今後その辺のストーリーもどうなるかというところかと思います。であと、トーラ夏子選手も、やっぱ大江戸隊に入ってさらに輝いた一人なのかなという感じがしますね。まあ、ビジュアルがですね、まあ、正直、すごく今、いい仕上がりっていうかね、すごく良くなってるんじゃないかなって個人的には感じてて、その、まあ、トーラ夏子選手の感じね、僕ね、正直、ナルト、漫画ね、アニメでもありましたけど、ナルトをですね、なんか僕的には意識してしまうっていうところがあって、だから、トーラ夏子選手とかは、まあ、そのナルトスタイルみたいな感じで、ナルトビジュアル、ナルト寄りのビジュアルを、こう完成させていくと、もうすでに完成されたビジュアルがナルトっていうところにありますからね、そこにこう寄せていくと、ものすごくまた一段上に、一段かっこよくなるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、ジャングル強のアコナミ、デスヤマさんと、ビーブレスティ、ジェイミー・ヘイター、セッション・モス・マルティナの、TCS と、世界選抜の試合ありましたけど、まあね、デスヤマさん、最高です。やっぱね、デスヤマさん、めちゃくちゃ面白かったです。正直、この日の興行で僕の MVP はデスヤマさんなんですよ。めちゃくちゃ面白かった。ね、面白いだけど、面白いっていうかまあ、そのキャラの出来具合も面白いし、そのキャラをずっと徹底してるのが面白いですよね。もう何喋るときもです、ですですってずっと言ってるんですよ。ですですって。です、ですです、ですって。ずっとですです言ってるんで、もうデスヤマさんマジ最高やなって思いながら見てました。で、まあ、プロレスも上手いし、非常にね、デスヤマさんだけでも、見る価値あるなっていうですね、感じでしたね。まあ、逆にその、6人タッグになってしまったので、この、ジャングル強な選手とか、コナミ選手とかっていうのは、タッグのね、チャンピオンなんですけど、まあ、ちょっと見せ場が、まあ、僕の中ではね、見せ場は全部デスヤマさんに持ってかれてるっていう感じでしたね。はい。で、まあ、クイーンズクエスト対スターズの試合もあり、やっぱ中野タム選手はね、やっぱ可愛いっすよね。で、飯田沙耶選手はね、やっぱ小さな大巨人っていうところがキャッチフレーズに入ってる、通りなんですけど、だから飯田選手はね、体がちょっと小さいんですけど、やっぱ気持ちで戦える選手になってほしいなーっていうのはね、すごくありますね。なので、ほんと石井さんとかね、新日本プロレスで言うと、石井さんとかのスタイル貫けるとね、すごく面白いんですけどね。っていうところはありますね。で、まあ、花月引退ロードね。で、花月対花の復活というふうに書いてありましたけど、まあ、花選手ね、木村花選手が、ね、以前、大江戸隊にいて、で、大江戸隊から出てというね、ことが起こったというところでございまして、で、その時のね、この、花月選手の引退ロードということで、まあ、一緒にタッグ組みましょうという流れになりね、思い出深いタッグだからということでね。で、その木村花選手が東京サイバースクワッドの時っていうのは、今ピンク色の髪してたんですよね。で、ピンク色のロングヘアだったんですけど、大江戸隊にいた時は、黒髪のショートカットだったんですよ。で、そのピンクのロングだった花選手が、この日のために黒髪のショートにして、で、しかも、大江戸隊にいた時の衣装を着て、出てくる。いやー、ほんとね、素晴らしいっすよね。そういうところにはね、やっぱね、ロマンがね、あるな、というふうに思います。
はい、非常にいいスタートだったなっていうところで。で、まあ、岩谷選手と鹿島選手が組んで出てきたんですけど、まあ、なんとね、試合最後にですね、この鹿島選手が裏切って大江戸隊に入るというですね、まあ、いうことが起こりまして、まあ、なかなか工業的にはですね、まあ、非常に、いいタイミングの工業に行けたのかなというですね、まあ、その裏切りが見れるっていうね、いうところで、あれかなとは思いましたけど、まあ、この後ね、さらに、別の意味で僕も裏切られるとは思わなかったんで、まあ、見てましたけど、まあね、いい工業だったんじゃないかなというふうには思いますね。はい。なので、まあ、スターダムぜひ皆さんもね、一回見に行っていくといいのかなと。で、その、試合後にね、グッズをね、選手が直接販売したりとかするんですよね。サイン、ポートレートにサインして販売したりとかして。で、その売店っていうシステムらしいんですけど、僕初めて見ましたけど、売店っていうシステムを。もう、むちゃくちゃ、むちゃくちゃ人が並んでて、もうね、もう人の多さの、その、なんていうんですか、圧に押されてですね、いやー、ちょっと、と無理やわーと思って、並べんわこれと思って、まあまあ時間的な面もあったんですけど、ちょっと飲み会のね、時間的な面もあったんで、まあここには並ばずね、もうちょっとそのまま行こうかなということで、ちょっと売店には並びませんでしたが、まあぜひ皆さんもね、スターズね、見に行っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、動画でもちょっと語りましたけど、まあ、ちょっとね、スターダムのちょっと一人のファンの方にですね、ちょっとね、今粘着されててですね、あったんですけど、この後ですね、ちょっと僕次の動画でですね、ちょっと衝撃的な発表を、多分してしまうので、またその人も怒るのかなーなんて思いながら、まあもしくはちょっと僕がスターダムの話をしていることでですね、見ていただいている方に対してもですね、ちょっともしかすると失望をね、与えてしまうのかなというですね、感じが、まあありますが、まあその話はちょっと次の動画でね、したいというふうに思います。はい。ということで、まあ、チャンネル登録、高評価よかったらね、しといてください。それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。アースタルエゴ。アディオス。